2021。はい、どうも池井です。はい、というわけでもう、撮ってる今は2021年12月の29というわけで、もうすぐ2021年も終わります。いや、今年はいろいろ変化があったというか、いろいろあった年でしたね。まあ、まずはルナシーのクロスツアーが再開され、で、まあ、そのクロスツアーユニバースツアーのライブレポートを上げるようになり、結構皆様から、聞いていただけるようになりました。ありがとうございます。登録者もかなり増えました。と言っても、まあそんなに多い人数ではないですが、もともとそんなにたくさんの人数をこうね狙っていたわけではないので、まあ将来的にまあこの1000人行って、まあ収益化ができればいいかなぐらいのつもりだったんで、まあ今140何人か行ってますが、まあ一気に増えたなという年でございました。まあ、これからもね、まあ、今年は来年はルナシーの活動としては大幅になくなるというか、もう、まあ、活動休止してしまうので、まあ、ルナシーの活動に関することはあまりね発信することはございませんが、まあ、過去のルナシーを掘り下げ、いろいろなお話をしていけたらいいなと、まあ、昔のレアな話だったりとか、何かルナシーに関する情報をまとめて動画にしたりとか、まあ、多分そういったものの方が正直再生回数は伸びると思うんですけど、まあ、そういうものを出していこうかなと思っております。というわけで、もう2021年も終わりですが、来年もよろしくお願いしますじゃなくて、まだまだライブあるんですよ。まだまだあるんですよ。終わりじゃないんですよ。ここに来てちょこっとライブラッシュが無理やりねじ込みましたね。まあ、元々は12月30日、サイレントサイレンの活動休止のファイナルのライブを見に行く予定でずっと調整してて、チケットも手に入れ行くことが決まりました。で、31日1日と休みを取っていて、カウントダウンのライブをどうしようというのをずっと考えてたんですけど、今年ねカウントダウンライブないんですよ、俺が見たいの。マジで。で、どうしようと思って、いまだに決められずにいるんですけど、今までのカウントダウンライブは、河村隆一のソロのライブか、デイジーストリッパーのライブ行ってたんですよ。で、まあ最近はデイジーストリッパーのカウントダウンに行くことが多かったんですけど、今年はデイジーストリッパーがワンマンやらないんですよね。なんかイベントに出ちゃって、カウントダウンにのイベントに。で、そのイベントがまた微妙で、デイジーが知らないんですよね。ほぼ。なんとなく名前聞いたことあるかなーぐらいのメンツしかいなくて、で、まあ、イベントなんで、各バンド30分ぐらい。で、他はほぼ聞いたことないメンツで、それで7000円とか8000円とかなんで、これはないなと思って、まずそこはなくなったんですよ。で、龍一のソロはといえば配信になっちゃって、配信かーっていう感じで、いつもの目当てのものがなくなってしまったんですよ。で、これは最近気づいたんですけど、
J がソロでカウントダウンライブやるんですけど、FC 限定なんですよね。FC 限定かーっていうね。だからそこもいけないんですよ。で、まあ、カウントダウンジャパン。31日のメンツ、微妙なんですよ。で、ジャニーズなんかどうでもいいし、あと、あって思って見つけたんですけど、ゼップ名古屋で、リンチのライブがあるんですよ。しかもちょうど、活動休止前の最後のライブなんですよね。だけど、もう、購入期間終わってて手に入らないし、多分ソールドアウトしてんだろうなっていう感じなんですよね。なので、31日のライブがないんすよ。で、まあ、1日はもちろんないし、っていう状況で、どうしようとなっていたんですが、ここで見つけたのが、12月30日、3時に、J のライブがあるんですよ。そして、サイレントサイレンのライブが6時からとかなんですよ。いけるって、ダブルブッキングできるっていうね。というわけで、急遽。まず、本当は30、31、1日の3連休だったんですけど、急遽仕事場で、欠員が出まして、28出勤することになって、29が休みになって、4連休になったんですよ。で、4連休になった上に、30日、J のライブ、サイレントサイレントのライブ、両方とも行くことを確定しました。はい。というわけで、そこの2つは行くこと決まったんですけど、あとはまあ31日なんですよね。行けるライブがないし、行きたいライブがないし、という感じになっちゃったんで、多分とりあえず東京には行くんだろうけど、のギリギリまで何かいいライブがないか探すか、最悪もうイベントでもいいからデイジーが出てるイベントを見に行くかもしれないですね。まああとは状況と気分次第です。はい、そんな感じで最後の最後にちょこっとラッシュをねじ込んだっていうね感じで、2021年もライブで締めたいと思います。はい、というわけでまた2022年まだまだコロナは続いておりますが、これからもライブはがっつり行っていきたいと思います。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。